サンポさん。ホタルさん、何を心配しているんですか？安心してください。誓って公序良俗に反することではありませんから。少しは考えなさいよ。反対側に行くには長い距離を歩かなければなりません。2人ともピンボールマシンで対岸までジャンプしましょう。ピンボールマシン？この子はまだ無境に慣れてないから危険だと思うけど。危険？ホタルさん、これはファミリーの美しい夢。どこに危険があるというのですか？夢の中だからこそスリルを求めないと。さあお姉さん、あなたならできると彼女に証明してあげましょう。僕たちが行こうとしているのはこの先にあるピピピピ氏のサロンです。このサロンは少し変わっていて、ピピ氏人以外はVIPカードを持った顧客しか入れないんです。ま、この散歩にできないことなどありませんが。おや、用心棒のお兄さん、また会いましたね。うん、ああ、あんたか。また来たのか。はい、今日は友人二人とここで遊ぼうかと思いまして。サロンの席はまだ空いていますか？何人だ？三人です。VIPカードを見せてくれ。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。あんたのはもう見たからな。ああ、それは僕の友達は初めて来たんですから、VIPカードなんて持ってるはずないじゃないですか。あ、僕のカードで融通を聞かせてくれませんか？この二人の身元は間違いなく信頼できると僕のカードで保証しますから。それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードがないなら帰ってくれ。入れないみたいだね。慌てないでください。何か方法を考えますから。あ、そうだ、用心棒のお兄さん、こうしましょう。僕たちは中に入らないので、代わりにあるものを取ってきてもらえませんか？以前ここに預けたものなんですけど。裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み、ボマーのお姉さんにピエロが用意した素材だと伝えてください。きっとそれで理解してくれますから。もうそう焦らないでください。その時が来たら教えてあげますから。わかった、彼女に伝えてくる。あんたたちはここで待ってろ。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついでに砕けた夢も一個入れたと言ってた。どうするかはあんた次第だってな。あはは、
やっぱりお姉さんは気が利きますね。ありがとうございます。これってあと一つになりました。近くのアーケードゲームを探さないと。あ、これは運がいい。サロンの入り口に一台ありますね。行きましょう。あなたたちに面白いものを見せてあげます。それってテレビ？このテレビどうして道端に捨てられてるの？違いますよ、ホタルさん。これはアーケードゲーム。それもパンクロードのような電子ゴミではなく、もっと無教の雰囲気にマッチしたゲームなんです。さあお姉さん、試しに触ってみてください。何が起こるか見てみましょう。そんなの、あなた自身に体験してもらいたいからに決まってるじゃないですか。もちろんこれはただの提案ですから、やりたくないなら構いません。僕が。すごくかっこよくなったね。本当にすごくかっこいいですよ。それでどうして彼女はこんなことになっちゃったの？わかりませんか、ホタルさん。彼女はさっきこのテレビに吸い込まれ、ブラザーハヌと体が入れ替わったんです。待ってください、もう少し詳しく見てみますから。見てください、これはちびっこハヌの大作戦。ストーリー紹介によると、ボスストーンの不思議な装置によって体を小さくされた主人公はハラハラドキドキの大冒険を繰り広げながら、小さな体で美しき夢の街を救わなければならないようで、このブラザーハヌがアニメでやっていたことを再現するか、もう一度このテレビに触れなければ元には戻れないようです。ここに入り口から入って冒険を始めると書かれていますね。そこから中に入って挑戦を始める必要があるようです。応援してるからね。頑張ってください。
ニッコキブラザーハヌメ、ついに捕まえたぞ。見るがいい。どれほど小さくなったことか。これで俺の手のひらからはに…どうだ、閉じ込めてやったぞ。かわいそうに。今テレビで再び体を入れ替えれば、その障害物…秘密を漏らしてしまうとは。ハヌメ、また俺の計画をぶち壊した上に苦労して奪ってきた財宝を奪い去るとは。いいだろう、認めてやる。お前はまた美しき夢の町を救った。だが俺は必ず戻ってくるからな。これを見てください。一時の自由、あなたが手に入れたんですよ。これで準備は整いました。あとは夢を見るだけ。二人ともついてきてください。あなたたちに本当のエンターテインメントを味わってもらう時が来ました。無教ショップへようこそ。このエドワードがご用件を受けたまります。請求列車の開拓者様、またお会いしましたね。今度は二人の面白いご友人もご一緒ですか。どうもドクターエドワード、今日は友人に面白いものを体験してもらおうと思いまして。わかりますよね。もちろんですとも。スリルを追い求めるお客様は大歓迎です。それではあなたの無教を読み取らせていただけますか。ええ、僕のを使ってください。昨夜のやつがちょうどいいと思います。何をするつもり。こちらは常連のお客様を対象としたサービスです。最近体験した夢を渡していただき、それに関係する感情を加えることで繰り返し体験できる
カスタマイズされた夢の泡を作ることができるのですよ。分かってないですね。作った夢の泡が面白いかどうかはあなたが見た夢次第。誰でも目が覚めた後、まだ続きを見たいと思う夢を見ることがあるでしょう。続きを見たいと思う夢。ホタルさんは興味津々のようですね。少々お待ちください。デモンストレーションとして今回は僕の夢で試してみましょう。材料はご用意いただいていると思いますので、それを私に渡してください。ご寄付に感謝いたします。読み取りが完了しました。屋質を調整、夢の泡を生成しています。生成が完了しました。目を閉じて額を夢の泡に当ててください。さあお姉さん、楽しい時間を過ごしてください。ここはどこ？ここはベロブルグ仮想部の診療所。なんで誰もいないんだろう。慌てる必要はありません。まずは夢の中の夢の感覚に慣れることから始めましょう。これはまたメモ？そうなんですか？いやー、それは光栄ですね。そういう細かいことは気にしないで、そろそろ外に出てみませんか？あ、驚かないように気をつけてくださいね。根の垂れ的提案ワイシレトヒムソヒニカナノメイマナーハハエマナの下はハツジ遺体タツニミキノルアガン給与時ハーナもトコノレドワンもオトイナハトコタツアンブタドケルドマニードフハキミ、グンキミもタルタロフ、トウハトコ大気をエマナモ、リアデウオのチタシワハルカ、ルアモデンニンバのミゴのテベスのヨノコ、リワスニザウヨギ、ケスタオゴバミゴナヨキンケン、エサオオコバミゴナウボウオ、ニノナ、カノモノウユチウタツタリ、オニチノコニモタタパンカ、タツマシテ、セラモクオメノルカハデマイクナモトコルキムタカオ耳にけカビヨのチタシタオモデイナワナカハニウオナクアヤジオデチタシタオメロヒオまで夏宿はハレカセサツレンブオチタコバミコケタムシウヨルナクナシウノウハニイガタガロクブミゴのチタシタオイガネオカウドセサドモリとオキツチオニチタコバミゴのココオタチコバミゴテセサツケンタビタタフパッ。うん、そう言ってるみたい。アヤジレソネツリーセクヤイケン。ドクター・エドワードはいくつも分岐を作る暇がなかったと言っていました。ここは引き受けましょう。
気立つと日はとこう痛いらもてしにみにきシウホイカラカウノクオチタコバミコシカワノイランシテレイに手包みをバレスーソリナトオオナタラアワミキテイキヒオチタシタワルキデガトコウカタタオオノノモセンアサトヒムソヒニカナノメユワルデンヨオミキガイメシ一体全体何が何だか事故ほなはったとてだったほど減っただ。まあまかなだっただな元ながなったかなはいなたたのだったこかまただはった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 でたたどどだたこけはっぺっくったかほでっとなははきっとなったただひだたどでけはどどどひったなはたたくどひったほっぺきった
コタコキカラコ、コカキ、カラコラ。ドタディダ、キリコ、カシノア、サコキガ、トリララ。いや、カリゴルガ、キガ、コリカラカラコ、ガキガ。なんとか信頼の証を3つ手に入れた。戻って報告しよう。んネウヨタレサタハワクヤウケニーツタキガヒノコアヤジレソウヨシマシツパツユシザクウヨシマリノイオウコイセノレバレ。決戦の地に着いたんだ。なんか複雑な気持ち。いくらなんでも無謀すぎる。ここでゴミキングが私を待ってるって言ってたよね。騙されたのかな。なりません。あなたがどうやってゴミキングに立ち向かうか見たかったのに。残念、実に残念です。こんなに味わい深い夢が蛍さんの手で中断されてしまうなんて。あなたが真実に気づいた瞬間、どんな表情を見せるのか楽しみにしていたんですよ。隠された意味？いいえ、どちらかというと種明かしというべきですね。あなたは美しい夢の真実を探していたのではありませんか。美しい景色に惑わされないでください。ぬるま湯のような環境は人の目を狂わせますから。この夢の泡は今のピノコニーに似ていると思いませんか。何を企んでいるかわからない人々が狭い舞台に閉じ込められ、誰もスポットライトを浴びたくないからと、かわいそうな足毛を前に押しやる。無境の家のバスタブではなく、予測不可能な変化をする深海です。もう少しはっきり言いましょう。魅力的な光に騙されないようにしてください。あなたがそんな奴に屈したら、僕はとてもとてもがっかりしますから。最初から変わっていない。本当にわからないなら振り返ってみて。あの少女はまだいますか。口ではピノコニーが地元だと言っておきながら、細かいことは何も知らない。それでいてコソ泥の腕はかなりのもの。一体何者なんです。あなた本当に少しも彼女を疑わなかったんですか。
忠告ですよ。何か聞きたいと思ったなら今すぐあの少女を探しに行った方がいい。まんまと逃げられないように気をつけてください。それでは僕はこれで。お願いですから僕をがっかりさせないでくださいね。散歩、一体どういうつもりなんだろう。ホタルが何か隠してるっていうの。ホタルに話を聞くためにもまずは彼女を探さないと。まだ遠くには行ってないと思うけど。私、君に隠してたことがあるんだ。例えば、私は本当は地元の人間じゃないってこと。ハウンド家が私を追ってたのも、私が君と一緒にいたのも理由があったからなの。でも、助けてくれたことに感謝してるのは本当だよ。七死人に憧れてるのも本当。君たちはいろんな世界へ行って、いろんな人や出来事に触れて、毎日が新しい始まりになってるから。もう一箇所、君を連れて行きたい場所があるんだけど、いいかな？今回は観光スポットじゃなくて、むしろ逆というか、そこで私が知ってることをできる限り君に教える。ありがとう。